東海山古墳出土鉄拳は、1968年に埼玉県行田市の埼玉古墳群の東海山古墳から出土した鉄券。1983年に同古墳から出土した他の副葬品と共に国宝に指定された、金作名鉄拳とも称されるの意味。所有者は、日本国で埼玉古墳群近くの埼玉県立埼玉市跡の 博物館内で窒素ガスを封入したケースに保管、展示されている。1968年に行われた東海山古墳の公園部分の発掘調査の際、画分体環状入新獣鏡や多量の埴輪と共に鉄拳が出土した。1978年、腐食の進む鉄拳の保護処理のため X 線による検査が行われた。その際、 鉄剣の両面に115文字の漢字が金造岩で表されていることが判明する。その歴史的、学術的価値から同時に出土した他の副奏品とともに1981年に重要文化財に指定され、2年後の1983年には国宝に指定された。当初、古墳の発掘は阿多ご山古墳で行われる予定であったが、崩壊の危険があるため、 東海山古墳に変更された。漢字陸書の葛釈から、名文の漢字一字を読み一字とした場合、書かれている文字に当店を打って解釈すると、侵害の年7月中、印。おわけの真。上祖。名はおほひこ。その子。たかりのすくね。その子。名はてよりわけ。その子。名はたかひしわけ,け。その子。名はたさわけ。その子。名ははてひ。 その子、名はカサヒオ。その子、名は、オアケの神聖生上等人の首となり、法事式たり今に至る。若竹るの大王の寺、式の宮にある時、我、天下を左直し、この百連の離島を作らしめ、我が法事の根源を記すなり。百十五文字という字数は日本のみならず他の東、アジアの例と比較しても多い。この名文が、 日本古代史の確実な基準点となり、その他の歴史事実の次年代を定める上で大きく役立つことになった。また、1873年、熊本県玉名郡名古見町にある、江田船山古墳からは、銀像岩の名分を有する鉄塔が出土した。この鉄塔の名分にも当時の大王の名が含まれていたが、保存状態が悪く、 肝心の大王名の部分も自覚が相当、欠落していた。この名文は、かつては、自天下四大王と読み、立ち火、渡ると大王、または、水派大王にあてる説が有力であった。しかし、東海山古墳出土の金作名鉄拳の名文が、発見されたことにより、自天下へ路大王と読み、 若たける大王にあてる説が有力となっている。このことから、つまり五世紀後半にはすでに大王の権力が、九州から東国まで及んでいたと解釈される。2000年と、翌2001年に実施された、金造岩の材質調査によって、造岩に使われている金には、銀の含有量が少ないものと多いものの2種類ある、ことが判明した。その2種類の金は、 表は35字め、裏は47字めから、下の柄側には銀の含有量が少ないもの、喫先側には銀の含有量が多いものが使われている。2種類の純度の違う金を鉄拳名分の上下で使い分けた理由は不明である。新概念は471年が定説であるが一部に531年説もある。通説通り七十一年説を取ると、 お明けが使えた、若竹る大王は、日本初期の王八世若竹天皇、すなわち21代有力天皇となる。名文に、若竹る大王が居住した宮を角を二宮として、刻んでいる、有力天皇が居住した発世朝倉宮とは異なる。ものの、当時の四季軍には含まれていることにはなり、21代有力天皇の、考古学的な実在の実証となっている。 田中拓は、核鬼宮と刻んだ理由を有略天皇以前の、数代の天皇は、四季軍以外に宮を置いており、当時の人にとって、四季宮といえば有略天皇の宮のことであったためで、あるとし、危機で、有略天皇の宮を、初瀬や桜宮と呼ぶのは後世に、他の天皇が、四季軍に置いた宮と区別するためそう呼称したもので、あるとした。名文にある、おほひこについて、 日本初期、主人天皇期に見える四、三将軍の一人、大美子命とみなす考えがある。2007年、メトロポリタン美術館特別顧問の小川森博、東初の宮入法広志らが、鉄拳の復元を企画。同心彫刻師、都議師など、各分野の職人が賛同し、同年2月に制作を開始した。しかし、鉄の素材やの回数、 砥石などで問題が紛失し、試作や実地調査を繰り返して、当時に近いものを割り出すなどの末に、ようやく2013年6月に完成、11月13日に埼玉県に寄贈した。11月14日から埼玉県立埼玉史跡の博物館で特別公開された。ありがとうございます。